宮崎県宮崎市出身のミュージシャンシンガーソングライター、作詞家、作曲家。小袋のメンバーであり、ギターコーラスを担当している。愛称は、コビー、主任、コブチンなど。血液型大型。身長169センチメートル。既婚。小袋の楽曲の大半を作詞、作曲しており、特にシングルやアルバムに収録された楽曲のうち、 黒田が作詞、作曲した12曲を除くすべての曲において、小渕が作詞、作曲に関わっている。ギターは小学校5年の時に始めた。きっかけは、ユニコーンのギタリスト奥田民夫に憧れたこと。また信仰がある、ホテイともやすにも憧れており、ストリートでライブをやる前にアルバムをよく聴いていたという。初めて弾いた曲は、 父親がよく弾いていたという、酒は、涙かため息か。黒田と共にミスター・チルドレンのファンでもある。その他にも、オブチ自身は、ホワット、エスイン死2008年2月号にて、バンプ・オブ・チキンの曲が好きと語っている。18歳の時に母親を亡くしており、遠くでと、忘れてはいけないものと、つぼみは、その母親の死をテーマにした曲である。 2007年に、つぼみで、日本レコード大賞を受賞した際、この賞をまずどなたに伝えたいですかという質問に、今日は、母親のことを歌ったと言ったのですが、なんか一緒に歌っていた気持ちがすごく強かったので、きっと一緒にこの賞を受け取ってくれてるんじゃないかなと思いますと答えた。音楽活動専念のため、会社に退職を申し出た際、当時は、 自分の父親と同世代の多くの部下を抱えており、会議室に閉じ込められ8時間もかけて説得されたという。サラリーマン時代の経験は現在のトークに活かされている。2011年後半からの休養を機に自動車免許を取得。好きな食べ物は卵かけご飯である。大阪マラソンにて活動休止中、マラソンを始めたらハマってしまい。 活動休止明けの2012年から大阪マラソンでチャリティーランナーとしてフルマラソンを走っている。初マラソンは2012年11月25日の第2回大阪マラソンで3時間47分45秒で完走した。2015年の第5回大阪マラソンでは自己ベストを更新し3時間40分26秒で 完走し、4年連続の完走となった。また、その縁で、大阪マラソンの公式テーマソング、42.195km を提供するに至った。さらに、2019年から、大阪マラソンのコース変更に伴い、2度目の、公式テーマソング、大阪ソウルを提供。レコ直が行う、結婚したいアーティスト男性部門2008年から2013年で1位に、 輝いた。ただし、上述した通り、2008年当時の時点で、本人は既婚である。名前を知らない一般人からは、小袋の小さい方と呼ばれることが多いが、身長は168センチメートルと成人男性の平均より若干低い程度で、小さいと言われるほどではない。相方の黒田が193センチメートルの長身であるために、 相対的にかなり小さく見えるだけである。絵を描くことが得意で、アーティストグッズや、ツアー T シャツのデザイン、イラストも手掛けている。福岡ソフトバンクホークスの武田翔太投手と、投園の親戚である。アコースティックギターエレクトリックギタークラシックギター、ピックアップ参戦ピック個人としての受賞のみ。小袋としての受賞は、該当項目を参照。 武田一生を小袋小渕がお祝い日刊スポーツ2013年4月28日閲覧小袋小渕から送られた野口五郎不死デビュー秘話曲を初披露宮崎の絆大きな支え小渕さん記念インタビュー宮崎日日新聞2021年12月7日閲覧ありがとうございます